400メートルリレー走バトンパスを行う、選手リレー走とは、陸上競技のうちリレーしながら走る、競技の総称を、軽走とも称する。ただし、通常、駅伝は含めない、個人競技と言われる、陸上競技の中では、数少ない団体競技、第1走者から第4走者までの4人でバトンを、渡し繋いで走り、そのタイムを競う、バトンは、通常、 約30センチメートルほどの縦長の円筒型で金属製のものが使われる短距離走の得意な選手が参加することが多い。第2走者以降はリレーゾーンであらかじめ加速してからバトンを受け取るため単純に4人の記録を合計した数値よりも早い記録が出る。スウェーデンリレーを除いて各走者は全体の距離を等分して担当しバトンパスは定められた。 リレーゾーン内で行う必要があるため、各走者の距離の配分を自由に変えることはできない。バトンワークの技術の優劣が最終的なタイムに大きく影響するため、各個人の走力は劣ってもバトンパスの技術の高いチームの方が、各走者個人の走力で勝るチームよりも良い記録を出すことが十分に可能であり、その点がリレー競技の醍醐味でもある。 バトンを受け渡す際に落としてしまった場合、バトンが受け取る側の走者に触れた後であれば、渡す側、受け取る側いずれかの走者が拾って、レースを続行することができる。バトンが受け取る側の走者に触れる前に落とした場合は、受け取る側の走者が拾うと、バトンを投げ渡したとみなされ失格となる。400メートルリレースを4人の走者で、トラック1周を競測する種目で、 オリンピックをはじめとする主要大会以外にも運動会などの種目としても実施されることが多い。他のリレー種目に比べ一人あたりが走る距離も100メートルと短いため最もポピュラーな種目と言える。陸上競技関係者の間では400メートルを競算することから4次と省略され呼ばれることが多い。800メートルリレースを一人トラック半周を走り、 バトンをつなぐリレー種目、第三走者からオープンレーンになる特徴がある。2002年までは400メートルリレー走とともに中学男子の公式種目として実施されていたが、2003年からは400メートルリレー走に一本化され実施されなくなった。国内では各地方の競技会などで実施される程度にまで実施される機会が少なくなったが、国際的には IAF ワールドリレーズなどで実施種目になっている。陸上競技関係者の間では800メートルを計測することから8次と省略され呼ばれることが多い。1600メートルリレースを一人、トラック1周を走り、バトンをつなぐリレー種目、第2走者からオープンレーンになる。走る合計距離が1600メートルであることから陸上競技関係者の間では マイルと呼ばれることが多い。陸上競技の大会では主に最終種目として実施されることが多い。3200メートルリレー層一人、トラック二周を走り、バトンをつなぐリレー種目。1600メートルリレー層までは、第一走者がスターティングブロックを利用してスタートするのに対し、3200メートルリレー層からは、スタンディングスタートになる。オープンレーンも第一走者からになる。 国内では実施されることが少ない種目で、国際的にも、オリンピックや世界選手権などの主要大会では、実施されていないが、IAAF ワールドリレーズの実施種目になっている。6000メートルリレースを一人、トラック3周と300メートルを走り、バトンをつなぐリレー種目、主に大学や、地方の陸上競技協会が主催する記録会などで、実施される種目で、オリンピックや、 国内の主要大会では、大会日程などの問題もあることからか、ほとんど実施されていない。リレー種目の世界大会にあたる IAAF、ワールドリレーズでも、第1.2回は実施されていたが、2017年に開催される第3回大会では実施されないことが発表された。スウェーデンリレーとのリレー種目と異なり、走者全員が走る距離が違うリレー種目。 1> 第1走者から順に100メートルごと距離が長くなり、最終的に第4走者は400メートルを走る。種目名の由来は、スウェーデンで投資木が盛んに実施されていたことに由来するが、大会によってこの種目の故障がまちまちで、スウェーディッシュリレーや1000メートルリレー走、メドレーリレーなどと呼ばれることもある。 ディスタンスメドレーリレー第一走者から順2200メートル、400メートル、800メートル、1600メートルの順に計奏するリレー種目の中でも異色の種目、中長距離選手向けのスウェーデンリレーなどと呼ばれることもある。国内では実施された事例は少ないが IAF ワールドリレーズの第3回大会から6000メートルリレー層に変わり、新種目として採用されることが発表されたため、 今後小さな記録会などで実施されていく可能性がある。スプリントメドレーリレー基本的には800メートルか1600メートルを4人で計奏するが、4人の走者のうち2人が短い距離を走り、残り2人が異なる長い距離を走るという種目。800メートルの場合は100メートルが2人、残り2人は200メートルと400メートルそれぞれを計奏し、 1600メートルの場合は200メートルが2人、残り2人は400メートルと800メートルをそれぞれ計争する。その異色さゆえに他のリレー種目よりも実施されることが極めて少ないが、運動会などで数名だけ距離を長く走るリレーに関しては、このスプリントメドレーリレーに含まれる。また、1000メートルのバリエーションもあるが、1000メートルに関しては、 スウェーデンリレーと別枠で扱われることが多い。ありがとうございます。